がございます。その後皆様からご質問いただきます。それでは総理よろしくお願いいたします。先ほど新型コロナ対策本部を開き緊急事態宣言を決定をいたしました。対象は東京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県であります。期間は1ヶ月です。第一に飲食店の20時までの時間短縮、第二にテレワークによる出勤者数7割減、第三に20時以降不要不急の外出の自粛、第四にスポーツ観戦、コンサートなどの入場制限であります。昨年11月以来、専門家のご意見に沿って GoTo トラベル順次停止をし、飲食店の時間短縮を要請いたしました。早期に時間短縮に取り組んでいただいた地域ではその効果が現れ、感染者を抑えることができています。現在の感染の中心は1都3県であります。この2週間で全国平均の感染者数の約半分がこの1都3県に集中をいたしております。年末年始から本日に至るまで感染者数は極めて高く、本日東京